ビューティーコロシアムで整形した女性の現在。みんな整形あり派ですか、なし派ですか？少し前に放送されていた整形番組ビューティーコロシアムでは、とんでもない整形失敗や出演者の死亡事故など様々な闇があったんです。この動画は倍速でも楽しめるように作成しているので、好きな速度でお楽しみください。どうも、メシャです。2001年から放送されていた、あなたは何をされてる方なの、でおなじみ和田アッコさんと、素敵やん、一生懸命探しました、でおなじみしんすけ兄やんが司会を務めるビューティーコロシアムは、容姿にコンプレックスを持つ相談者を新たな人生のスタートラインに立たせるために応援するという番組でした。具体的な流れは、1、相談者が容姿のコンプレックスで過去にどんな苦労をしていたのかというのが VTR などで紹介されます。2、相談者が整形に対する決意を司会者やゲストに伝えます。3、相談者の覚悟が伝われば開け、ビューティーコロシアムの言葉で扉が開き、美のプロフェッショナルであるメイクアップアーティスト、美容整形外科、ヘアスタイリスト、歯医者たちが登場し、相談者を美しくするための方法を提案されます。4、提案されたことを番組内でサポートしながら実践してもらうという流れです。めちゃくちゃ面白いコンセプトですよね。これ YouTube でもやりたいので、もしスポンサーやってくれる方がいたらコメントください。ただこの番組は高視聴率だったのにもかかわらず、2011年2月22日の放送分をもって番組は打ち切りになっていて、その理由も明かされていないので、さまざまな噂が飛び交っています。今から紹介しますが、あくまで噂なんで、信じるか信じないかはみんな次第です。噂その1、過度なやらせ演出があった。相談者の再現 VTR は容姿が原因でいじめられていたという内容がほとんどで、そこまでひどいいじめをするか、過剰演出ではないのかと指摘が多数あったんです。その過剰演出の一例として、ビフォーアフターの写真を見比べると、手術前はノーメイクでわざと地味めの格好で、手術後はメイクとおしゃれな服を着ているので、そりゃ変わるに決まってるだろうというのが一番言われていたことですね。確かにやらせや過剰演出は視聴者の反感を買いやすく、やらせで打ち切りになった番組は数多く存在するので、可能性としてはありそうですよね。さらにやらせとは少し違うかもしれませんが、ネット掲示板でこのような投稿がありました。ビューティーコロシアムって番組に地元でうざがられている女が出たんだけど、番組の中で整形する前に辛かった経験の再現あるじゃないですか。その女は嘘で固めていた。地元では人の財布盗んだり、万引きばかり、仕事もせずパチンコ、番組では顔のせいでどこも雇ってくれないとか、タクシーの乗車断られるとか嘘ばっか。実際は職場で人の金盗んでクビ。マジありえない。地元の恥だ。えぐー。これは番組が事実をねじ曲げているのか、本人が嘘をついているのかは分かりませんが、どちらにせよ本当だったらえぐです。噂その2、整形に失敗した方からクレームが来て和解金を払って辞めざるを得なくなった。噂その3、整形ではなく努力が必要なダイエットを勧められた人が途中で挫折するケースが多く、あらかじめ収録した密着ドキュメントがオクラになるケースが続出した。ありそう。噂その4、出演者が飛び降りて自ら命を絶つ事故が発生し継続できなくなった、などやはり打ち切り理由が明かされていない分、本当にいろんな噂が立ったんですね。どれも絶妙にありそうな感じしますけど、どうなんでしょうか。みんなの予想もコメントください。それではここから、この番組の醍醐味であるビフォーアフターの成功例と失敗例を見ていきましょう。まずは失敗と言われている例から。魔女と呼ばれたこちらの女性は、右上のテロップにもあるように左右非対称の歪み顔でした。そんな彼女の手術後がこちら。確かに左右のアンバランスは少なくなりましたけど、単純にメイクと髪型が影響してイメージが変わっただけのようにも見えます。これに対してネット上では、別のブスになっただけ、半開きの目を大きくするだけでよかったやろ、そもそも全体が歪んでいる、バランスがおかしい、どうしようもないから化粧で塗りつぶしましたって感じ、すごい歪みが左右逆になっている、整形前より魔女っぽくなったわと言われており、雑ではありますが左目を二重にしてみるとこちら。おー、
さらに髪型も変えると、うん、絶対こっちの方がいいって思っちゃうけど、こんなこと言ったら怒られそうですけど、元の方が良かったやん。続きまして、一人ぼっちの原人男顔さんです。これ私があだ名つけているわけではなくて、テレビのテロップに書いてあるだけですからね。なかなかひどいですね。彼女は男性的な顔つきのせいで友達ができず、いつも一人で過ごすという孤独な日々を送っていました。もちろん恋愛に対する憧れはありましたが、そのコンプレックスから男性と交際したことは一切ないとのことです。さあ、彼女の手術後がこちら。ああ、でも全然いけ、私は綺麗だなと思いました。ただネット上では鼻をもう少し何とかできなかったのか、やらない方がマシと鼻が気になるという方が多くて失敗だと言われています。これ意見分かれそうなんでコメントください。個人的には綺麗だと思っちゃうけど。ナメクジ、テロップには暗闇から出れないナメクジ女と書かれていますが、もう悪口ですよねこれ。まあ手術後をよく見せるための演出ですからね。彼女たちもそれを了承して出ていると思います。それにしても暗闇から出れないナメクジ女はちょっと。そんなバキドウにそっくりな彼女は、幼い頃から自分の容姿がコンプレックスで、周囲からナメクジ女、気持ち悪いといじめられ、給食の時間に塩をかけられたこともあり、就職してからもいじめは続いたといいます。さらに匂いがきつく生臭いとも言われていた彼女は、美容整形含めプロのスタイリストが8ヶ月もの時間をかけこちらの姿に生まれ変わりました。おー、大人の女性になったと声が上がりますが、27歳の女性には見えない大人というかおばさん顔になった。医者無能すぎだろといった否定的な意見が寄せられてしまう結果となったんです。失敗例と言われている3人を紹介しましたが、次は成功例を見ていきましょう。フランケン、離れた目と潰れた鼻からフランケンというあだ名をつけられた彼女は、その容姿からレストランで勤務中、お客さんから顔を見たくないと言われたり、タクシーの乗車を拒否されたこともあったそうです。そんな彼女は鼻の骨が顔面に埋まっていて整形が難しいと言われてしまいますが、美のプロたちが知恵を出し合い、こちらの姿に生まれ変わったんです。これは確かに別人ですね。別人は別人ですけど、別人です。出っ歯骸骨ギャルと呼ばれていた彼女は、どこに行ってもすごい出っ歯だと陰で笑われ、人への目も睨んでいると言われ、暗い毎日を送っていました。そんな彼女は鼻にプロテーゼを入れたり、歯科矯正で出っ歯を治したり、目をパッチリ二重にしたりし、こちらの姿に生まれ変わったんです。これすばら一番成功じゃないですかね。ここからは少し駆け足で紹介していきますね。死亡が原因で彼氏と別れそうだったこちらの女性は、番組の1年にも及ぶサポートで32キロものダイエットに成功しました。腫れぼったい目と低い鼻がコンプレックスだったコアモテと呼ばれる彼女は、ダイエットや整形でレディーガガのような見た目に変わっていたり、お湯屋さんと呼ばれる彼女は、レジ打ちのバイトをした時に彼女のレジには誰も並ばず2日でクビになったり、就職ができないという本当に見た目だけが原因なのかよくわからないエピソードや、すれ違いざまに化け物と悲鳴を上げて逃げられたりした彼女は、人間扱いされたいということで手術をした結果、こちら全くの別人に変貌したんです。えぐ、これは私も整形考えちゃいますね。紙袋とマジックペン買ってきます。ただ一時的に彼女たちは綺麗になりましたが、現在はどうなっているんでしょうか。フランケンは自分ではメイクができず、この姿を維持することができなくなったり、激太りは彼氏に捨てられないために綺麗になったにもかかわらず、彼氏は別の女性と付き合っており、妊娠が発覚して破局、そのストレスから出演時よりも太ってしまっています。こわもてもリバウンドして太っていたり、現在の姿が発覚しているほぼ全ての出演者が元の姿に戻っているんです。これは不思議ですよね。ちなみに出っ歯骸骨は整形してからさらに努力をしてセクシー女優としてデビューしていますが、先ほど紹介したように元に戻るパターンがほとんどです。これはみんなどう思うかコメントに書いてほしいんですが、
綺麗な女性は基本的に毎日スキンケアをしたり、エステに行ったり、食事に気を使ったり、ファッションを勉強したり、筋トレをして体型を維持したり、メイクを勉強したりといった努力を必ずと言っていいほどしています。なので一時的に綺麗になったところであまり意味がないのかもしれません。まあこういった動画を出すと、一般人をこんな晒すなんてひどいぞと思う方がいるかもしれません。しかしテレビに出る以上、賛否両論の声が出るのは当たり前ですし、そのみんなが一般人だと思っている出演者すら事務所がついている噂があったりと、何やら裏がありそうです。この動画を見てみんなが思った素直な意見をコメント欄に書いて聞かせてください。高評価とチャンネル登録もクリックしてください。ではまた。